創業140年を迎える醤油や味噌などの老舗メーカー、唐津市の宮島醤油の新たな工場が完成しました。明治15年、1882年創業の宮島醤油、今日は新たな工場の竣工式が開かれました。新たな工場では、これまでは工程ごとに別々の建屋で行っていた調合や火入れなどの作業を屋外に出ずに一つの建屋で完結させることができます。これにより作業の効率化と安全・衛生の向上に期待できるということです。高品質の商品、まあ、安心安全、まあ、衛生的なこの施設を利用して、そのような商品をお届けしたいと思っております。一方、宮島醤油のシンボル白壁倉庫は現在の駐車場に移築し、工場見学などに活用する多目的エリアとして整備するということです。新しい醤油工場は今年10月から本格稼働の予定です。